カレーどうした？ちょっと酔っちゃって。体調悪いの？ハンカチ使う？じゃあ先生、うちら先行く？いいわよ。はい。私一緒に立つから。え、超楽しみ。やばい。ゆっくりちゃん、大丈夫？お水飲んでた？ちゃんと置いとくかな。先生ほら、みんなの遠足行かなきゃいけないからさ、ちょっとじゃあ少し一人になってゆっくりできる？で、なんかあったら置いとくからね。で、また迎えに来るから大丈夫よ。具合悪くなっちゃってバスに残りたいんですけど、見てもらっていいですか？構いませんよ。あ、どうもありがとうございます。すいません、じゃあお願いします。そんな性格だったっけ？なんか様子おかしくない？ドキッ！やばいやばい、調子に乗ってはしゃぎすぎた。こいつは勉強はクラス一致できるが軟弱で体が弱いんだな。よし、そんなことないぜ。あ、そんなことないわよ。
遊びましょう。はーい。パパお部屋です。行こうぜ。行こうよ。私トイレ行ってから行くね。部屋わかる。咳も出ちゃうし、俺、あ、私はちょっと休んでるね。そっか、大丈夫？大丈夫。早く元気になってな。ありがとう。お待ちでな。ありがとう。じゃあな。から帰ってきたらこんなことに。え、なにこれ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 、やばいよ。もうダメだよ、私たちの下着を出した。なにこれ、え、やばくない？もうすごいでもないかな。まさか武田先生が犯人じゃないでしょうね。男一人だけだし。マジ？あ、でもそうかも。超やだ。怪しいのゆかりじゃね。さっきからちょっと変だし。くそ、この女勘がいいな。ゆかり、てめえよくも邪魔してくれたな。は？次はお前の体に憑依してやる。成功。
は大丈夫です先生。でもそんなことよりちょっと信じてもらえないかもしれないんですけど、私体を乗っ取られてたんです。しかも男の人に。誰だかちょっとわかんないんですけど。みんなやめなさい。大変なことが起きてるの。ちょっと来て。それはね、なんか取りつかれてたって。なんかね、私の体が。男の人に乗っ取られてたみたいで、誰のかわかんないんだけど、でもとにかく怖くて。何それ。でもそれが本当ならゆかりちゃんの今までの不可解な行動にも辻褄が合うよね。さ、犯人がここのどっかにいるってこと？分かんないけど、そうかもしれない。あゆみさん、あゆみさんもお部屋行くわよ。ね。あ、はい。
36度。お願いします。それでは問診票の方をお預かりしますね。はい、どうぞ。